ティレル006はティレルが F1 世界選手権用に製作したフォーミュラワンカー。デザイナーはデレック・ガードナー。1972年終盤から1974年中盤まで使用された。2007年シルバーストーンでの006、ショートホイールベース、直線を主体とした車体形状やリアカウルと一体化したインダクションポットなど、 1972年シーズン中に投入された零零後の流れを組んでいる。零零後との相違点は、1973年からの車両規則改正により、車体側面に衝撃吸収構造が組み込まれたことである。零零後で採用されたインボードブレーキは1972年シーズン中にアウトボードへ変更されたが、零零六ではインボードタイプに戻された。 スウェーデン GP 予選ではウェッジシェイプノーズが装着されテストが行われたが実戦には登場しなかった1972年カナダ GP より大柄なフランスをセべるようとして実戦投入され初戦はリタイアに終わったがアメリカ GP で2位に入る翌1973年は南アフリカ GP で セベールの006に乗り換えたスチュワートが006シリーズ初優勝を挙げた後、スチュワート用に006-2が制作され、非選手権レースのインターナショナルトロフィーに出走し、初戦を優勝で飾った。ドニントングランプリコレクションに展示されている006-2コンストラクターズタイトルこそ揃うたずに次ぐ2位だったが、スチュワートが5回の優勝を記録して、ドライバーズチャンピオンを獲得。 セベールも6度の2位を記録した。最終戦アメリカ GP で006-2に回収が施され、オイルクーラーが車体後部に配置され、サイドポットが取り外された。セベールには新車の006-3が与えられたが、予選中のセベールの事故死により大破した。1974年は006-2をジョディ・シェクターが南アフリカ GP までドライブ。 以降は、スペインモナコフランス各 GP で、パトリック・デパイユが使用した。最高位は8位。その後は、ニューマシンの007に切り替えられた。現存する車両は006、3を除く2台で、006、2は、ドニントングランプリコレクションに展示されている。太字は、ポールポジション。車体は、ファステストラップ。ありがとうございます。